ページ日本国憲法の制定1。茂原内閣は GHQ に憲法改正を支持され、憲法問題調査委員会を政府内に設置、委員長を松本庄司に任命した。しかし、委員会が作成した改正試案が、依然として天皇の統治権を認める保守的なものであったため、GHQ は自ら、 英文のマッカーサー草案を作成して日本政府に提示した。政府はこれに手を加えて和訳したものを政府原案として発表した。また高野岩三郎による民間の憲法研究会は主権在民原則と立憲君主制を取った憲法草案要項を発表し GHQ や日本政府に提出していた。新憲法制定は手続き上 大日本帝国憲法を改正する形をとり、改正案は、衆議院と貴族院で修正可決された後、日本国憲法として、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日から施行された。日本国憲法は、主権在民、平和主義、基本的人権の尊重の三原則を明らかにした画期的なものであった。 国民が直接選挙する国会を国権の最高機関とする一方天皇は政治的権力を持たない国民統合の象徴となったまた第9条で国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄そのための戦力の不保持公選権の否認を定めた